戻ってきた。なんか、じゃあもうちょっとだな。なんかゲームしようよ。ゲーム？え？山手線ゲーム的な？的な。今すごい時代を感じました。めっちゃ可愛いバッグわかんない。シビよ。晴れてきた。ちょっと小籠包が待ちきれないよ。お腹すき度はどのくらいですか？もうゼロです。あの空腹的にゼロすぎる。お腹すき度ゼロはやばいね。お腹いっぱいじゃん。もうお腹がさ、もうさ、2、3時間前から小籠包なわけ。まあ、小籠包のための胃になってる。今もう小籠包食べるための胃になってる。テレビで気がつか。長いの。もう60分で済むって話だよ。すごいね、上からパンをちゃんと取るんだよね。ずっと無理ね。偉すぎるんじゃん。マジ編集のことを考えてくれてありがとうな、麦。編集頑張ろうな、美佐子な。編集めちゃめちゃ時間かかりそう。やばいよ。やばと、やばと思うんだけど。やばと、あれ、ここはもしかしてな、名古屋。名古屋だ。あれ、名古屋だ。名古屋。まさかこんな近くに。やばと思う。そっか、飛行機3時間名古屋や。名古屋は新幹線だ。あれ合わないぞ。よろしいか。よろしいよ。小籠包。欲しいでしょ。はい。いろんな小籠包もあります。そう、いろんな小籠包あるから、まあいろいろ食べよう。まず小籠包、まあ2つぐらい。空心菜炒め、豆苗炒め。何が違う？歯が違う。どういう豆苗と空心菜。あ、もう完全に空心菜が可能性。空心菜、ね。バーミヤンにあるのどっちですか？豆苗かな。わかんない。青菜炒めとかあるじゃん。あるある。あれ、あ、それはね、また違う葉っぱの可能性ある。じゃあ何でもいいっす。じゃあ空心菜にしようか。豆よりは何でもいいっす。食っちゃうけど。
そう、甘いじゃん。甘いの？甘いの？甜麺じゃん。うまい。おいしい。うまい。いただきます。なんかあれみたい、油揚げとか。あ、そう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 。こう煮込んだとか。そうそうそう。なんか。レシメスクシンサイ食べてしんさい。はい。あ、ほんね。クウシンサイ、クウシンサイ。あ、でも匂いがうまそう、うまそう、うまそう、匂いがうまそう。飲み欲しい。チャーハン来るからな。じゃあ、なんなー。うん、そう、うまっ。ちょっと、ちょっと、はい。次にナス食うときに言ってな、そうか。うん。ナス、ナス食えんの？ちょっと考えても。考えてる。考えて、思考が必要なの。いいなって。すみません。普通の醤油を、熱いうちに食べてください。おいしそう。こんなん、もう美味しいの。もちろんさ、来ましたわ。来ましたわ。一番いいの一口聞くらしいんですけど、白子はまず袋を破ります。白出します。意外と出ない。汁ついてる。あ、それ。あー、ありがとう。感謝、感謝が出ました。ありがとう。生まれてくれてありがとう。あー、ありがとう。これはちょっと生姜がいい感じにいきますか。はい。あと50個頼む。50個、あと50個だ。わ、これはね、あ、もう汁がこれは足らないよ。見て、めっちゃ美味しい。これ足りないよ。美味しい匂いがする。これ10個足んねえよ。美味しい匂い。いや、とりあえずまず一口食べてほしい。この汁やばい。これえ、マジでやばい。意味がわかんない。え、あ、すげえ、めっちゃいい汁取れた。なんかすごい、え、5個ってこと？ 10 個あるから、2個は食べてるんですね。いいやん、いいやん。え、すごい。もう、えー、いいやん。はい。あ、こういうのがスペシャルでしょうね。食べる前に一口入れちゃうので、一口以上飲むの言わしてから召し上がってください。ちょっと置けないで、ちょっとよろしくお願いします。はい。はい。トリュフ。トリュフは何よりも先に来るの。え、何よりも先に。まずお茶を飲みます。で、口の中をリフレッシュクリアにして、そのまま食べます。この何もつけてない、何もつけてないので、これで食べてください。これ新しいスプーンで、他の味を混ぜらないように。なるほど。お茶も忘れないで。お茶を飲んでます。うん、お茶飲みました。汁出てる感じは緊張する。緊張すごい。それも私緊張する。まず持ちます。緊張感がやばい。そこ知ってます。なんか緊張する。緊張する。飲みました、飲みました。でもここまで言うのか。何よりも早くだから。飲むの、行きます。クリアにしました。やばい、一人だけ感動が遅れている。やばい、これ。いただきます。これはやばいわ。
まず汁ですか。これもう普通の小籠包に入れないかな。めちゃくちゃうまいっすよ。何これ汁が見えない。このまま手に召されてしまうと、はい、普通のバニラアイスとハーゲンダッツ以上の開きがある。いや、本当に開きがやばい。やばい。どうしよう。もう帰れないんじゃない。どういうことなんだろう。これよくわかんない。思考が追いつかない。わ、うまいで片付かない。そうそうそう。片付けてはいけない。美味しいだけど片付かない。このなんだろう。言葉に表せない美味しさがすごい。やばいな。やばい。これやばい。結構日本のご飯屋さんとかでこれが一応出すみたいな。確かにうまいけど、なんか他でも食えそうみたいな。なんかどこでも食べれそうみたいな。これはダメ。食べたことない。ない。なんかあんだけ、まあ、あんだけお茶で口をクリアにしろって言われる気がすげえ分かった、うん、これは慣れちゃダメっすよ。うまいわ。すっごい残るね。残る。しばらく何も食べたくない。そう、だからなんか休憩なんだよ。なんか早く食べたい気持ちがあるの。美味しいのは分かるけど、とりあえず入れたくない。ちょっと待ってみて。余韻を楽しむ。